100メートル範囲。右上が、朱鞠内方面。当時は、相対式ホーム2面2線、駅舎横と駅裏に引き込み線を持っていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成添え牛内駅は、北海道宇流郡幌か内町あざ添え牛内に、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道新名線の駅である。 新名線の廃線に伴い、1995年9月4日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在し、分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては二面二線の相対式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。 1983年時点では使われなくなった対抗ホーム側の一線は交換設備運用廃止後も分岐器が深川方、名よろ方の両方向とも維持された形で側線として残っていた。また、その側線の名よろ方から外側の深川方に伸びる行き止まりの短い側線を一線有した。その他、本線の深川方から分岐し、 駅舎南側への側線を一線有していた。その後線路は側線を含め1993年までには撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の東側に位置し、ホーム北側に接していた。貨物列車が運行されていた時代は、木材、澱粉、 雑穀の藩室が主体であった。名残であった広い港内には、夏場は、ルピナスの花で覆われていたとのことである。当駅が所在した地名より、アイヌ語の、宗市内、滝、ある、川、虹を当てたものである。由来は、駅西側の霧立峠へ登る、道の傍らで、滝になって落ちている、現在の宗雲内川に由来すると推測される。廃線後、駅舎は、 地域住民が取得し、倉庫として利用されてきた。当期には、地元有志が雪下ろしを行い、2011年時点では、屋根が塗り替えられていた形跡もあった。同年時点でホームは、下記は雑草に覆われ、鉄道標識も残存していた。2017年までの数年間はほとんど活用されていなかったが、同年7月に、駅舎正面の駅名看板が復活した。 2021年に老朽化した駅舎の修繕が行われる予定である。ありがとうございます。